どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA のねキャンペーンをねまとめて、解説ね、やっていきたいと思います。キャンペーンがね結構いくつもね、来ておりますので、今回の動画ではアップグレードポイントをもらおうキャンペーン、抽選で当たる、ダブルマイルキャンペーン、今週の、特旅マイルキャンペーンということで3つね同時にね解説やっていきたいと思います。この動画にはですね目次機能を入れておりますので、見たいところだけ見たいという方は概要欄からね時間の方をクリックしていただくとこちらまでね飛ぶことができますので、ぜひね活用してみていただけたらなっていうふうに思います。まずねアップグレードポイントもらおうキャンペーンですね、プレミアムメンバー限定のキャンペーンというふうになっておりまして、ブロンズ、プラチナ、ダイヤモンド、 SFC ミリオンマイラー方向けのキャンペーンというふうになっておりまして、期間中国内線6区間を搭乗すると2021年年度に利用できるねアップグレードポイントがもらえるっていうねキャンペーンがやっております。このアップグレードポイントっていうのは、国内線であればね普通席からプレミアムクラスにアップグレードとかね、国際線のアップグレード運賃でね購入した場合のエコノミークラスからビジネスクラスなどでねアップグレードができるっていう風にね利用できます。またね ANA ラウンジにも同伴者をね入場させたりとかね、スカイコインに交換することができるということで、幅広くね利用することが可能となります。私もですね昨年ダイヤモンド修行ではですねニューヨーク便とかをですねエコノミークラスからビジネスクラスへねアップグレードとかでねこのアップグレードポイントね利用させていただきました。アップグレードポイントのね1ポイントの価値ということで、話すとですねこちらの利用方法はね、一番おすすめっていう風になっているんですけども、今現在はね国際線っていうのはね、ちょっと厳しいかと思うんですけども、今回のキャンペーンはですね2021年度でもらえるアップグレードポイントっていう風になっておりますんで、その時期にはさすがに利用できるのではないのかなという風に思っております。キャンペーンの概要ですね、期間が2020年の7月10日から9月の30日までのキャンペーンという風になっておりまして、エントリー必須という風になっておりますんで、概要欄にね公式サイト載せておきますので、そちらからねエントリーするようにしてください。国内線6区間以上でアップグレードポイント付与ということで、ちょっと詳細はね後ほど解説させていただきます。アップグレードポイント付与はキャンペーン1人1回っていう風になっておりまして、対象路線は国内線全路線、定型便会社がね運行するコードシェア便については ANA、NH 便でね予約搭乗した場合対象という風になっております。でこちらの対象運賃なんですけども、マイル積算可能な国際線全運賃、対象の方がプレミアムメンバー、アップグレードポイント積算時期が2020年10月上旬という風になっております。次にね注意事項ですね、フライトマイル事後登録は2020年10月4日までにね積算分がキャンペーン対象という風になっておりますので、利用された方は、ね、早めに登録はしてください。付与されるアップグレードポイントの有効期限は2021年の4月から2022年の3月31日までという風になっておりますので、この期間までにね、利用するっていう形になります。次にですね、先ほどちょっと説明を割愛させていただいたアップグレードポイントのね付与の詳細なんですけども、6区間から9区間でアップグレード4ポイント、10区間から13区間で8ポイント、14区間から19区間で12ポイント、20区間以上で16ポイントということで、この付与されるねアップグレードポイントについては追加されていくわけではありませんのでね、その点は注意してくださいということなんで、キャンペーン最大はね20区間以上で最大16ポイントがねもらえるキャンペーンという風になっております。乗れば乗るほどねアップグレードポイントがねもらえるキャンペーンという風になっておりますので、プレミアムメンバー限定のキャンペーンという風にはなってるんですけども、2020年もですねプラチナステータス、ダイヤモンドステータスね継続してね維持される方というのはね、とりあえずねエントリーだけは確実に行っとくようにしときましょう。2021年ねかなり重宝するのではないのかなという風に思います。次にですね、抽選で100万名に当たるダブルマイルキャンペーンの解説ですね。期間中キャンペーン上限を満たした人の中から100万名に搭乗した全区間ダブルマイルがね付与されるというふうなキャンペーンになっております。こちらねキャンペーンの概要なんですけども、2020年7月10日から2020年9月の30日までこちらもエントリーが必須というふうになっておりますので、概要欄に載せておきます。対象路線は ANA 国内線全線、定型便会社が運行するコードシェア便については ANA、NH 便で予約した搭乗した分のみが対象というふうになっております。対象運賃がねマイル積算可能な国内線全運賃、このキャンペーンの対象者は ANA マイレージクラブ
全会員ということですので、誰でもね ANA のマイレージクラブ会員であればエントリーすることができます。このキャンペーンのボーナスマイルの積算時期は2020年10月下旬というふうになっております。こちらのキャンペーンについてはですね、抽選100万名ということで全員ではないんですけども、国内線をね優勝でね利用される方はとりあえずねエントリーしておきましょう。100万名ということで、枠はね結構多めなのでね、当たるかもしれないっていうキャンペーンになっております。次にですね、今週の奥旅マイルキャンペーンですね。奥旅マイルキャンペーンっていうのは、本来のね必要マイル数より少ないマイルでね国内線を利用できるっていうインターネット限定のねキャンペーンというふうになっております。こちらのキャンペーンの概要なんですけども、片道3000マイルから利用することができて、片道発券ももちろん OK、 空席さえあれば前日までね予約することが可能というふうになっておりまして、予約変更はですねキャンペーン期間かつ同一路線のみ可能というふうになっておりまして、キャンペーン期間外の変更はできません。払い戻しに関しては未使用に限り1人3000マイルから払い戻しは可能というふうになっておりまして、キャンペーンをね適用するにはですね1区間ごとね予約する必要がありますので、こちらもね注意しておいていただきたいなというふうに思います。またねこのキャンペーンはですねインターネット限定っていう風になっておりますので、基本的にねデスクでの発券っていうのはね NG っていう風になっておりますので覚えておいてください。またね予約する際にですね最終画面でですねちゃんと、必要マイル数がねキャンペーンマイルに、なってることはね確実に確認してから、利用するようにしてくださいね。今週のね特旅マイルのキャンペーン期間ですね、予約発券期間が2020年7月15日から7月の21日まで、搭乗期間が7月の16日から7月の22日までの、ね、キャンペーンという風になっております。それはですね今回の対象路線で、ね、ここら辺にバンと出しておきますけども、対象路線もねかなり増えてきた感じがしますね。こちらね見ていただければね分かると思うんですけども、今回のね特旅マイルキャンペーンはですね、羽田那覇路線がですねあるんですよね。ですけども今現時点でね東京都の方はですね県外の移動の自粛がちょっと出ておりますんで、ちょっとねおすすめしづらい部分もあるんですよね。っていうので毎回言わせていただいてるんですけども、県外のねの移動の自粛がね出てないエリアの方はですね、ぜひね今回の特旅前にね活用していただいて利用してみていただきたいなというふうに思うんですけども、自粛は出ているのにですね全力でちょっとおすすめできないかなっていうところなんですよね。いかがだったでしょうか。今回ですね ANA キャンペーンをね同時にね解説させていただきましたけども、 ANA のキャンペーンもね続々と出ている印象がありますよね。県外のね移動の自粛がね、出てないエリアの方はですね ANA をね、応援するという意味でもね、ぜひね利用してみていただきたいなっていうふうに思うんですけども、毎回ね言わせていただいておりますけども、新型コロナウイルスのね影響も懸念されますので、利用される方はですね対策はねしっかり行っていただいて利用してみていただけたらなっていうふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルでですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオット、ボンボン、ホテルのことなんかね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はぜひねチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。